うまくいったようだな。サイクスのところへ戻るか。
体を燃やしている。なぜか。やってくれると思ったよ。サーバーは稼働したぞ。ああ、もう接続したよ。約束通り貯蔵庫は開けてある。そこのが開くか試してみろよ。改めて感謝するよ。ここからが本題だ。本当にできるのか、脱出なんて。言っただろ、最善を尽くす。だがその前に膨大なデータを精査しないと。ここが砂利と内臓の山になる前に終わるといいが、しばらくかかりそうだ。ユニオンから出たらどうする。メビウスの施設から生きて出られたらクソチップを無効化する。チップ？そう、メビウスのやつは全員頭にチップを埋め込まれてる。 IC タグみたいなもんだ。超未来型のな。アドミニストレーターからトイレ掃除のやつまで一人残らずだ。よくそんなもの受け入れたな。会員特典ってのがあるんだよ。チップがありゃ便利なことが結構あってな。その代わり命令に背いたら生き地獄を味わうことになる。無効化はここから出られたらの話だな。脱出の方法には興味がある。もちろん連れて行ってもいいが、待たないぞ。抜け道を見つけ次第ここから出る。お前はここでおとなしく待っとくのが一番いい。無理だ、リリーを置いていけない。理論的には彼女が見つかればここを修復して脱出できる。裏口があるなら使いたい。電柱は娘をもう一度ステムにつなげる気だ。俺もどうなるかわからん。気づかれずに脱出できれば。どっちにしろ仕事は山積みだ。終わらなきゃ裏口は使えない。通信機をペアリングしよう。行く前に連絡してくれ。わかった、見つかるといいな。おい、ほら、お前はあっちだ。キッド、俺だ。無事でよかったわ、セバスチャン。ビーコンの後、自分の身に起きたことを理解しようとした。だが妄想だと言われた。それが真実を隠していると。徐々におかしいのは、自分かもしれないと思い始めた。希望をなくし、無力だった。酒だけが痛みを忘れさせてくれた。あまりに長い時間を無駄にした。できることがあったはずだ。
クソ。自分を責めるのはやめて。メビウスを見つけ出すなんてできるわけが。俺のために言い訳しなくていい。自業自得だったんだ。今は過去を引きずってる場合じゃない。まだやり直せるわ。自責の念に駆られていてもお酒に溺れるだけ。失ったものを取り戻すのよ。見失わないで。手厳しいな。だがお前の言う通りだ。ありがとう。カステヤノス刑事、また会えて嬉しいわ。安心されたようですね、刑事さん。この危険な世界でお友達ができた。どうだかな。ここじゃ誰も信じられん。今の仲間も含めてだ。悲しいわ。ずっと一緒にやってきたのに。孤独や不信は精神疾患の兆しではなく、悲しい傷跡。他人から離れてもあなたの心が乱れるだけ。あなたは人間。木が光を欲するようにつながりを求める。今必要なのはあんたのマシンとのつながりだけだ。まだまだ先は長い。
なんだこれは。クソ、リリーはあの中か。僕の美しきオブスキュラのダンスは君には理解できなかったみたいだね。こっちの方がお好みかな。史上の傑作を作るところなんだ。だけど君にはまだ見る資格がない。僕の芸術に敬意を示さない限りね。聞け、彼女らの悲鳴を。僕の作品の残響を。芸術に敬意を示せか。ユキコの仮説を試す時が来たようだな。
これが作品か？ただの写真じゃないか。切り刻んでやる。クソ、開かない。鍵か何かを探さないと。お前か。よし、これで彫像に近づけるだろう。クソ、気づかれずに行けるか。
うまくいったか。化け物の相手はもうごめんだ。あったぞ。さあ、ユキコ、本当にこれを壊してもいいんだな。やるぞ。作品を壊すことが本当に効いたらしいな。だがまだ終わってない。あともう一つ。